これは俺の人生、他人のなんて関係ねえ。夢のため、夢を叶えるため、そんな言葉にごまかされて、日常を右から左に眺めて、未だに現実に背を向け、あの人この人との前例を比べ、諦めを引いて見つからない着地点、本当は自分でも分かってる。諦めたら涙が出てくる、本当はどうすればいいか分かってる。人生は一回それに縛られる、後悔する辛さはよく知ってる。だから諦めることに対する恐怖、誰も助けてくれるはずもなく、今日も重圧で息が止まる、息が止まる。金を得るために仕事、生活の基盤がなければままごと、やりたいことやるにもお金が必要、なければ企む悪いこと、道を外れたら全てがどん底、一瞬で目が覚める、ここは豚箱、夢には決してない保証、ちらついた成功は幻想、思い通りを期待するな、理想はいつか足かせになるから、大事なのは諦める心の強さ、そして後悔を笑える柔軟さ、楽しいことや辛いこと、不安や絶望、夢や希望、人生は選択肢は決断、正解も不正解もない自分の判断。